はい、草刈りが終わりました。今日一日で終わったわけじゃなくてね、数日かかって、バッテリーが続く限り、草刈りして、バッテリー充電して、また草刈りして、バッテリー充電して、また草刈りしてみたいな感じで、やってまいりましたが、早速ね、鳥たちがやってきております。カラスのね、鳴き声も聞こえてきますけれども、本当にね、もう虫がものすごい出てきてますから、その虫を狙ってもういっぺんに鳥が寄ってきて、あ、今飛び立ちましたけれども、草刈りした後にですね、グラウンドカバーをするということで、この辺りから、ダイコンドラ、デカンドラをですね、この、壁際からですね、2メーターぐらいのところに、ダイコンドラの種をまきました。本当はね、もっともっとこう綺麗な土の状態にして、そこに巻けばいいんかもしれないんですけども、とりあえずこういうような状態でも、発芽するんやろうかっていうような感じで、見ていきたいというふうに思っています。今はね、少し刈った後の、緑がねまだ残っておりますけれども、この後の様子をですね、観察していけたらいいなというふうに思っております。